皆様、こんにちは。愛犬家住宅のシェラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼なのです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。ミニチュアダックスフンドがかかりやすい病気として外耳炎や椎間板ヘルニアが挙げられる。答えは丸です。ペット保険会社の調査によりますと、保険金請求が多い病気ランキングでは、すべての年齢のミニチュアダックスフンドで外耳炎や椎間板ヘルニアが上位を占めています。また、ミニチュアダックスフンドの注意すべき病気としては、白内障や副腎皮質機能亢進症が挙げられます。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。